え、誰もいらっしゃいませんけど、何か。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ほい、ということで今回も冒険に出るのでベッドを持ち歩こうそして木の剣を持って、あ、クリーパーに爆発させられた場所はもうきっちりと埋めましたよ。あー待って。うん、きっちりときっちりと埋めましたけども、はあ、私が何かみたいな感じで出てきた、もしや。いや、何かじゃねえわ。ほい。まあ、また直しておくとしようか。ほい、ってことで、ピーチ城を探検して、で、あのピーチ城の先に、また、島みたいなのがあったんやけど、ちょっと今回そっちの方に進んでいこうかなと。ん?これは、ゾンビが燃えた後かな。肉が落ちとった。あ、あれはクリープ。おう?スケルトン。なるほど。夜が明けてすぐだから。うん、夜が明けてすぐだから、まだ、ちょっとみんないらっしゃるのね。ん?燃えたか?燃えてねえ、まあ。とりあえず私は進みます。う?なんだこいつ。うん。鶏か。見た目ですぐに判断できない。見た目ですぐに判断することが困難なんだが。ういし。多分ね。あ、ほらほらほら、クリーパー。めっちゃうろうろしよるけど。じゃーん。うい。ペキッ。あ、待って、お腹いっぱいじゃないけん、回復せんや。あ、ここにキノコハウスみたいなのある。あの時暗くてよく見えてなかったけど、キノコハウスあるね。ん?あれ?あれ町じゃね?ね、あれ町よね。え、てかあれ船、なんか船、ああ、溺れる。え、あの船も行けるってこと?とりあえずあっちの町へ行こう。最初これしか見えてなかったけど、今。ね。ルイージとマリオカラーのキノコハウス。あれを目指していきたいと思いますって言おうと思ったんだけど、その横になんかめっちゃ都会見えてるから。超都会よね、これ。あ、とりあえず、あっこの、繋がっとるよね、あれ。あっこのはしごから登って上陸していこうか。よし。え、めっちゃ都会じゃね?え、そうでもない?超都会な気がするんやけど。あのキャラクターって何やったっけ?忘れた。よいしょ。え、何?監獄?監獄じゃないよね。あかんし。え、あかんって何?あれ扉やないんか。これ扉やないんかい。壊して入らなあかんってことかな。あ、すごい。え、これ、マッチよね。え、すごい。人は?まさかここも、無人とかそういう、まさかの、え、誰もいらっしゃいませんけど?え、誰もいらっしゃいませんけど?何か、え、いない。え、いない。マジで?あ、今、はーって聞こえた。懐かしの声。あ、これ?これやない。お、ほらほらほら、目キラキラする。司書からの申し込み。申し込みなんや。へぇー。なんか顔可愛くなっとんやけど。ね、ちゃんと人がおるってことは分かった。え、てかめっちゃ広。水路とか通っとんやね、これ。え?え?めっちゃおるやん、人。ほら。え?
え、やばくない？え、やばくない？超人いますけど。え、すごい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 。ね。これは？これも人？ん？動かんけどこれ。え、動いた、動いた。これ何？これ人な。あ、ロボットぽいね、ロボットっぽいね。敵ではないやろ多分。てか、どこかしらに洞窟があるっぽい音が聞こえたんだけど。洞窟があるっぽい音が聞こえたんだけど。え、すごいね、めっちゃすごいね。超人いっぱいおるやん。え、なんかここの人消えてったんだけど。この下に、この下に、あ、なるほどね。そこの隙間に入ってるわけや。危ないよ、そんなとこおったら。溺れるよ。あ、待って、あれ。あれ、ロボットや。これ、え、空中に浮いとる、すげえ。めっちゃ近未来的な。こいつ話しかけれんの？え、何も話しかけれんやん、あいつ。敵ではないよね。危害加えられんかったし。へえ。え、てかめっちゃ広くない？めっちゃ広いし、めっちゃ人おるんやけど。これは作業台？あ、作業台やね。へえ。あ、すごい綺麗。これ、綺麗。いいね、いいね。あ、この辺。この辺の石も、なんか星マークついとる。へえ、すごい細かいね。で、あれや、船。船には人乗ってない。乗ってないね。まあ、あんなとこで乗っとったら、この世界やったらあっという間にゾンビにやられそうやけど。ね。わあ、感動。めっちゃ感動。いいね、いいね。これどういう状態なんやろ。柵？なんか柵の上に、板を張っとるような感じなんかな。え、こんなでっかいとこあるんや。これスイカじゃね？スイカですよね。多分露天商かなんかなんやろうけど。あ、すげえ、パラソル置いとる。浜辺、浜辺。え、これは何？あ、これボートや。へえ、え、石のボートってことかな？すごい。木のボートしか見たことなかった、私。あ、なんかちょっと、かぼちゃも雰囲気違うんやね。かぼちゃの笑顔が、ね。かぼちゃの笑顔がさ、普通にマイクラの方で見よった笑顔よりも可愛らしい感じ。これは多分チーズやな。すごい。なにここ。びっくりした。洞窟じゃないよね。え、なにここ。行き止まりやん。え、怖っ。え、怖っ。何の空間それ。あ、すごい。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。この内装めっちゃ好きかもしれん、私。ねえ。おー。あ、今日は、ゆるゆると、あゆなの、あゆなのオタク訪問でお届けいたしております。ちゃんと言えてねえわ。あ、暗くなってきたな。とりあえず一旦、この素敵なお家で、私は眠りにつかせていただきますよ。ということで、はい、ベッド。はい。寝ます。おやすみ。からの、おはよう。ザクザクザクっと。ほい。ということで、あれ？入り口、あった。入り口。よいしょー。さてさて。てかなんかこの街は、貿易とかがさ、盛んに行われとるって感じやね。だってなんか水路とかもあったし、確実にあっこでなんか、
いろいろな荷物の取引がなされよりやろ。ああ、いいね。この人がいっぱいおる感じ。しかもなんか人のキャラクターが、あ、すごい本。人のキャラクターが、なんやろ、このくぼみ。普通のマイクラに比べて、めっちゃ天井高いんですけど。普通のマイクラの村人に比べて、なんかちょっとバリエーション豊かな感じがするよ。色とかさ。いや、あっちもなんか、何色かある感じやけど、ほら、ここだけでも、1、2、3種類。でもってね、顔がキラキラしとる。顔、目がキラキラしとる。んで、なんかこの、謎におるロボット。あ、これは、これは、危害を加えてはいけないパターンのやつかな。もしかしてさ、この街の警備員ってことなんじゃないかな？多分。きっと。そ。お、いなくなってる、いなくなってる。ちょっと無駄にドキドキ。ここは、人の家だったようだね。普通に人が住んでたわ。なんかすごい。なんかこういう作りって喫茶店っぽい感じよね。友達コレクションの喫茶店もこんな感じじゃない？こっちのスペースなんか広いけど。いいねー。いや、実にいいよ。何？誰？おっさん感半端ない。向こう側にもあるよね、街。よいしょ。あっち側どうやって行くんやろ？どっか上がれるとことかある？とりあえず、こっちにはないし、なんか巨大な滝みたいな感じになっとっていけんね。人がね、めっちゃプカ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 しとるよね。んで、ね、あっち側に上がりたいよ。あっち側にも、なんか同じように、はしごがかかっとったりとかするかな。ほいほい出てきた。どこから上がる？あ、この辺。いや、上がれませんけど。上がらせませんけど、何か。難しそう。いや、なんか、なんやろうね。こういう場所が、日本にはない気がする。いや、あるんかな。うん、こっちにないだけで、普通にありますよって言われるかもしれんけど。なんかさ、ちょっと、異国情緒漂っとるというか、すごい外国風な感じがするよね。この場所。いや、素敵です。水の都、ベネチアみたいな。ベネチアみたいな感じですか。いいわー。なんかここ扉めっちゃ多いね。あ、さっき攻撃したけど。さっき攻撃したけど、許してね。ほら、めっちゃ扉多いんやけど。窓代わりってことかな、これ。でも、ここからも入れる。入れる。あ、なんかここもおしゃれだ。なんやろ。この柱がスケルトンになってる感じがおしゃれなんかな。ね。あ、なんかこういうのも建築のヒントになりそう。ね、これ、バーカウンターかな。バーカウンター？あ、いいね、いいね。多分今私めっちゃ土足でテーブルの上とか上がっとったけど。うん、いい感じです。よいしょ。この辺とか入ったかな？え、なんかちょっと上なんだけど。ちょっと上の位置にいるんだけど、私今私どういう状況？は、あ、階段があるんや。なるほどね。あ、そういう感じか。ちょっとなんか、地下に家があるような感じにできたよね。え、これは？土管やけど、あ、待って。ベッドを投げた。土管やけど、多分あれか。洗面的な感じで使ったよね、土管を。いろんな使い方ができるもんだ。あ、こっち部屋あるやん。てか階段がある。
あ、ここまでしかないわ。ここから外を眺めると。ほうほう。いや、いいとこだね。いいとこだね。何様？ちょっと、敵に襲われたら嫌やなっていうぐらいには、いい街やね。え、普通のマイクラの方にもさ、ここまでの都会ってあるんかな？今んとこ、ちっちゃいちっちゃい村しか行ってないんやけど。あ、すごい上にマークあるなんか。まあ、普通のマイクラの方でもこういう都会を探して行きたいね。あるんなら。はい、ってことで今回は、この辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー今回は素晴らしい街探検だった。いいね、いいね、こういうの。めっちゃ楽しかったよ。